まずはやっぱりスピードが上がったっていうのが第一で、あともう一つまたニックに、コーチのニックにそのレースのストラテジーをすごく気をつけてやるっていうふうに言われてたんで、まあその定段との自分の位置をよく意識してレースするようにしました。まあやっぱり細かいミスはすごく指摘されますし、まあ、やっぱり一番伸びた原因っていうのはやっぱりトレーニング環境をしっかり整えてくれたっていうのが